アルビレックス完全応援宣言アルビニズムのコーナーです。あのゴール、あのセーブ、そしてあの勝利、さまざまな記憶を刻んだシーズンの最後の試合は白星で締めくくりました。黒崎アルビとして始まったシーズンの最終戦、相手はかつて新潟を J1 に導いた反町監督率いる湘南です。前半2分、マルシオ・リシャルデスのフリーキックがなんとワンバウンドしてゴールへ。少し遠い位置からのフリーキックでしたが、さすがはマルシオ、しっかりとゴールの枠を捉えました。今年を象徴するかのような先制ゴールに恒例のゆりかごダンス、最高の形で試合の流れをつかみます。そのわずか2分後でした。前半4分、ゴール前、マルシオのパスにミシェウのダイレクト。なんと試合が始まって4分のうちに2対0とリードします。ではゴールシーンを振り返りましょう。キャプテン本間選手の正確なロングパスがマルシオへ、折り返したところにミシェウという流れるような連携プレーから美しいゴールが生まれました。こちらもおなじみとなったパフォーマンスでスタジアムのボルも最高潮に。さあ試合を決める3点目が欲しい後半11分、パスを受けた田中アトムがミドルシュート。先日今季初ゴールを決めたアトム選手が低い鋭い弾道で積極的に狙っていきましたが、惜しくも追加点にはつながりません。すると後半16分でした。湘南の17歳遠藤にプロ初ゴールを献上し1点差に迫られます。 J2 降格の決まった相手に負けるわけにはいかない。後半30分、酒井のクロスにチョ・ヨンチャル。遠いサイドからヘディングを狙いますが、ここでもゴールの枠を捉えられません。酒井選手のいいクロスにヨンチョル選手もしっかりと反応していました。徐々に相手ゴールに迫るチャンスを作っていくと、後半31分でした。帝のクロスに田中アトム、最後はマルシオ・リシャルデス。新潟追加点、マルシオに預ければ決めてくれると信じていたとアトム選手が振り返れば、マルシオ選手は1年を締めくくるにふさわしいゴールだったとご満悦の表情。湘南に傾きかけた流れを取り戻すゴールで再びリードを2点に戻します。J1 7年目のシーズンは9位で締めくくりました。本当に1年間ありがとうございました。まだまだやるべきことというか、成長するためにはやっぱりサポーターの力というのは必要だと思うので、まあ、今後も、応援よろしくお願いします。これからもサッカーを続けていくので、この2年間の経験を生かして、これからも自分らしく精一杯頑張っていきたいと思います。2年間応援ありがとうございました。新潟サポーターの皆さん、そしてチームのみんなに心から感謝したいと思います。ありがとうございました。残念ながら ACL という目標には届きませんでしたが、また来年 ACL を目指して皆さんと一緒にこのビッグサンで戦いたいと思います。来年はもっともっと皆さんの笑顔を見れるように頑張ります。1年間応援ありがとうございました。調子悪い時も本当に足を運んでくれて、すごく声援もらったし、まあ、勇気にもなったんで本当にありがとうございました。サポートね、ありがとうございます。一つ勝ててからホームゲームですごくたくさんの勝利を挙げることができたんで、まあ、これだけ多くのサポーターの皆さんの前で一緒に喜べて、すごい自分としては楽しかったです。辛い時期もあったんですけど、まあ、今後につながるいいシーズンだと思います。本当に、ね、辛い時も、ね、いい時も本当に温かい応援してもらった、それのおかげで僕らも成長できたと思うし、また来年以降も引き続き応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。今年は喜怒哀楽の激しいシーズンでしたね。そうですよね、まあ、8試合勝利がないところから始まった、まあ、今シーズン、ただ苦手と言われていた夏場を非常にその高い、
順位で乗り切って、はい、ただ最後に、まあ、少しその失速してしまったかなという非常にその好不調の波が激しいシーズンだったとキャプテンの本間勲選手も振り返っていました。さあそんなアルビレックス新潟の2010シーズン最終的な順位をご覧いただきましょう。新潟は9位です。前節の10位から1つ順位を上げましたけれども、昨シーズンの8位からは順位を1つ落とすという結果になりました。そして、首位が名古屋グランパス、はい、悲願の J リーグ初優勝を果たしました。2位のガンバ大阪、そして3位のセレッソ大阪までが ACL アジアチャンピオンズリーグ出場権を獲得しています。上位3チームです。で一方で湘南ベルマーレ、そして京都で、これ意外だったんですけれども、FC 東京、この3チームが J2 に降格するということになったんですね。まあ、FC 東京は、J1 に上がってから11年目で初めての J2 降格ということになって、まあ、東京ヴェルディも、J2 にいますから、首都東京から J1 のチームがなくなったという、まあ、ある意味非常事態と、まあ、いうことになったわけなんですけれども、はい、新潟は9位で今シーズンを締めくくりました。さあそしてですね、今日入ってきた情報なんですけれども、はい、こちらご覧ください。アジアカップ来年あります。予備登録メンバーというのが発表されました。でこの予備登録メンバー50人が選ばれているんですけれども、新潟からはゴールキーパーの東口正明選手、ディフェンダー永田充選手、そして、サイドバックの西大吾選手と酒井豪徳選手、この4名が選ばれました。はい、あの岡田ジャパンから引き継いで今ザッケローニ監督がね、はい、新生日本代表の監督になっていまして、まあ、おそらくいろんな選手を見たいということで、うん、アルビレックス新潟からもこの4選手が選ぶということになりました。まあ、あのチームは移籍情報がちらほら聞こえてきまして、まあ、来シーズンはまたどういったチーム編成になるのかというのが非常に気になるところですが、今から来年の戦いも楽しみなところです。以上アルビニズムのコーナーでした。はい、サポーターにとって